ても良かったです、ありがとうございます。うん、最高、イエイ。そう、石政さん、昨日のお洋服似合いすぎて好きすぎた、お嬉しい。なんかね、そうお姉さんみたいってみんなにびっくりされた。あのライブの前にあのレッスン場に行ってかちょっと行くよって用事っていうか仕事があって行ってたんですけど、お姉さんみたいで誰か分かんなかったってめっちゃ言われました。そう、私もああいう服は結構久しぶりに着た。あれはでも結構4年ぐらい前から持ってる服たちで、そう、でも最近ああいうの着れないから疲れる、なんかお姉さんみたいな服着ると。AKB でのおだえりなでいる時はなんか普通に友達と遊ぶとかお母さんとどっか行くとか一人でどっか行くとかああいう服着れるけど、なんか普通に AKB48 のおだえりなでああいう服着るとなんかみんなにすごいびっくりされるから、それが面倒くさくて、そう、あんま着ない。でも昨日はすごく良かったです、楽しかった、イエイ。昨日も吉政さんのボケ倒しすごかった、楽屋でもすごかったですからね。うん、楽しかったです。昨日はで今日は休みだったからマジで一日、あでも病院に行きました、病院に行って、そうで今日はもうずっと家にいた、ぼーっとしてました。そう、なんか何のやる気も起きなくて、ゲームもやろうとは思えなくて今日は、ですごくぼーっとしてました家で。うん、インスタグラムフォローしてるよ、ありがとう。ハッツのお誕生日おめでとうライン一日フライングしたんだったって、やばはず。そうなんです、ハッツが昨日お誕生日ということでおめでとう。でね、私あれ騙された、なんかさツイッターでさ、なんかタイムラインに宇多田ハツカさんハッピーバースデーみたいな上がってきて、なんだなんかのアカウントなんですよ、なんかのなんだったかな、バトフェスさん、ゲームの、そうバトフェスだ、バトフェスかな、バトフェスのやつでなんかハッピーバースデーみたいなのが上がってきたから、あ、ハッツ今日誕生日かと思って急いで LINE したんですよ。で12時になったばっかりだったからやばいって送らなきゃって思って送ったら、あれってあれえみたいな感じでもう一回見直したら、明日は宇多田ハスカさんの誕生日ですって書いてあって、おいーってなって、やばいってなって、あごめんって、あ間違えたって、そう、えあやばいって、ちょっと一日早かったって、うん、
したらすごい一番最初に祝ってくれましたって言われて、当たり前じゃん、当たり前、それは当たり前ってなって、明日も祝うねって言って、ちゃんと次の日も LINE しました。ボイスメモ、ボイスレコーダー、ボイス送った。ボイス目覚まし予約したよ、ありがとう。ボイス目覚ましぜひゲットしてね。取りました、ボイス。まあ、いらなかったら大丈夫です。携帯のアラームでも起きれると思うんで、皆さん。先週はイベント多かったね。だって波動とか、うん、波動ね。なんかいろいろ発表されてて、自分が何に出るのか分からん。私が何に出るのかちょっと教えてください。TBC TBC TBC 夏祭りに出ます。仙台の夏祭り7月24日 TBC 夏祭りに出ます。待ってます。仙台牛タン楽しみ。そう、あかりんから連絡来た。出るんだねって、嬉しいって来た。私な、最初何があってそう思って、でも自分の名前調べたら、あ、お便り出るんだみたいな感じ書いてあって、知らなかったから出るやつ、出るって。そうだから、そう、あーって、出る出るとかって言って、8月20日にヤオンのアイドルスクエア出ます。私の大好きなタスクハブファンも出ます。フルーツジッパーも、友澤風花ちゃん、この前全然絡めなかった夏染めで、でもなんか熊澤風花さんがね、私のツイートにいいねとかしてくれてて、照れる、好きなんだが。8月8の日出るよね。だって、え、出るじゃ、出るでしょ、
それはねえ、出なかったらどうしよう、逆に私なんかした私なんかしましたっけって感じなんですけど、もし出なかったらハブハブ、そうだよ、発表配信に出たんだから、発表の時だけいさせといて、あの8の日のライブは出ないって、どんなやねん。多分出ます。てか絶対出るでしょ。ドボンライブの情報解禁まだで困ってる。あ、ドボンライブあいつですかね。もうね、早くやりたい。てかドボンの上がり率に5位以内入賞してたのにご褒美もらってなくて、ご褒美もらえるんですよ、あのランキング5位以内に入ると。もらってなくて、私それ思い出して7号に書いたら、ひななから LINE 来て、私はもらったよって言われて、えってなって、いつって言ったら結構前って言われて、えってなんで、ええってなって、忘れられてるって思って、で昨日ライブの途中で言ったんですよ、マネージャーさんに、私もらってないんですけどって言ったら、あらみたいな、あらあらってあらって言われて、さっきレッスン上で言えば探してきましたって言われたけど、あ、自分でくださいっていうタイプと思って、なんか自分で、あ、私入賞したんですけどくださいって、あ、言うタイプのやつかって思って、そう、自己申告制だったらしい。だから次レッスン場に行くときは絶対やんなきゃ、言わなきゃ。ね、自己申告制なんだと思いました。北海道の件はなんか、それはLINE 来ました、マネージャーさんからチキチキに。
行きたい日が希望があればみたいな。それガチでした。フォローしました。ありがとう。北海道で何食べたいですか？ラーメン。ラーメン食べたい。海鮮も食べたい。あるもの全部食べたいかな。止まっちゃった。七夕戦。ジャガポックルってさ、神奈川県でも買えるんですよね。うん。白い恋人も買える。私焼きそばめっちゃ好き。あ、そうじゃん。北海道って日ハムさん？キツネダンス覚えなきゃ。トゥトゥトゥルトゥ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 
てね。あ、イベントです。イベント待ってます。仙台行くね。お、待ってます。来週公演行きましたって。お、出るのかな。水曜出るよ。水曜日、水曜日13か。13出ます。待ってます、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 待ってます。13日の水曜日、今年は夏いっぱい劇場公演出たいって思うけど、どうかな。今年は劇場公演過去一行ってます。お、私の公演も見に来てよ。最近してるゲームあります。ドボン、ドボンしてます。この前はお母さんとドボンしようってなって、全然タイミング合わなくて、よし、あ、行こうって思ったらもう12時過ぎてまして、一緒にできなかったです。なんか私12時にあのなりましたらできないんです。そう、
愛嬌ください。25秒合わせしてる？してない。あくびしすぎだって。いやそういう私ね、多分あくび病なんだよ、多分普通にあくびしちゃうんです。もうそういう人間なんですので、ちょっともうすいません、これが正常なのですいません。あくびしてない時の方が不正常なので、そうあくびしてるのが正常なのですいません、本当にごめんなさい。うん、季節の変わり目ですしね、ちょっと低血圧なのでちょっとすいません、こういう感じで。人は綺麗になるんだな、だってなりますよ、ちゃんとちゃんとお風呂入ってれば綺麗になります。お風呂大事です、みんなお風呂に入りましょう。iPad の充電が今 6%。 6% です。
好きな数字は0。What's her name? My name is Elena Oda. 25 old. years.25 years old. From 神奈川。I'm from Indonesia. Wow, I'm from Japan.旅してみたい。違う国で。You are very cute. Wow!どこ行きたい？だって。薄着のとこ。旅したい。ラクダとか乗りたい。鳥取砂丘めっちゃ勧められる。
getting online tickets are now on sale. オンラインお話し会のことか。Come on! Fan meeting online tickets are now on sale. Come on! Come here. Do you know JKT48? I know JKT48. I have no money. わらだって、いや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 、わらえん、わらえんって。今食べたいもの、アイス、アイスかな。確かに宣伝するものが多すぎるね今。バーベキューしたい、めっちゃバーベキューしたいって家族に言った。充電があと 3% だ。充電があと 3% だい。じゃあ9時までやりますかね。浴衣でバーベキューとか無理かな。だって動きづらいじゃないですか浴衣で。浴衣でバーベキューでそういう風習ありますっけ。そうだね、夏になったら蚊がね来るんだよね。蚊がね、やだね蚊が。まだ私は蚊会ってないけど。もうすでに食われてる。え、早っ。やだな虫、本当に嫌なんだよね。
あ、9時になりました。ではじゃあ今日の配信は終わりたいと思います。では最後におランキング読みます。いきます。13位日野と、12位白地アット ODA 神吉、11位直樹、10位シン、9位ショートアット大理しかかたん、8位ひとくまさとる、7位プロスペクト、6位みやちゃん、5位みほ、4位マッカーシーアットおだし、3位まーアットおだし、2位くるりん、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございます。皆さん本日の配信見てくれてありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。ありがとう。バイバイ。おやすみなさい。